街中では葉桜が目立つようになりましたが、八重桜が多い造幣局広島支局の桜は今が見ごろ。春の花を楽しんでもらおうと明日から一般公開です。広島市佐伯区の造幣局広島支局、64品種およそ213本の桜が花を咲かせました。校内の桜を一般公開する花の回り道は明日から始まります。今日は一足先に広島市の高齢者施設などからおよそ600人が招待されました。新型コロナウイルスの感染防止のため車の中からの鑑賞です。楽しいわね。美しくてね、もうもみ取れとる。そう、綺麗よね。桜ちゃん長生きしてね。造幣局が選んだ今年の花は須磨浦普賢象。花の色は黄緑色ですが、花の中心が徐々に赤く色づきます。花の回り道のは明日から18日までの1週間。八重桜は今が見頃で、造幣局はなるべく早めの鑑賞を進めるとしています。